皆様こんにちは。ようこそ外国特派員協会にお越しいただきました。アントニー・ローリーと申しまして、かつてこちらの会長でした。プロフェッショナルアクティビティーズコミッティ委員会の委員として本日は来ておりますが、本日のテーマは沖縄県におけるソーシャルビジネスインキュベーション推進事業であります。沖縄県に関する記者会見というのは過去にたくさんありましたけれども、普天間から辺野古への基地移転ですとか、割とヘビーな内容が多いんですが、本日はもう少しソフトな内容になります。お笑い芸人についてであり、そして社会的課題にどう取り組むか、そしてこの場合は特に沖縄県にフォーカスを当てたお話になります。私からは駆け足でご紹介をいたしまして、皆様それぞれからご発言をなるべく簡潔にお願いして質疑応答の時間を取りたいと思っております。まず最初のご発言者でありますが、泉かな様、株式会社吉本ラフ&ピース代表取締役社長を務めです。2番目に鈴木仁様、一般財団法人日本民間公益活動連携機構の事務局長をお務めです。ユヌス、失礼いたしました、5名ですね、はい、5名いらっしゃいますので、お三方目が岡田正治先生、一般社団法人ユヌスジャパン代表理事をお務めです。大崎博先生にもお越しいただいておりまして、ユヌス吉本ソーシャルアクション株式会社代表取締役社長を務めです。そしてムハマド・ユヌス博士、2006年ノーベル平和賞を受賞されました。また2020年オリンピックローレルの受賞者でいらっしゃいますユヌス先生をお迎えしております。ズーム経由ではありますが本日ご参加いただいております。それでは早速に泉社長にお願いしたいと思います。はい、はい、株式会社吉本ラフ&ピースの泉と申します。本日はこのような機会をいただきましてありがとうございます。当社は沖縄県におきまして、ソーシャルビジネス普及啓発事業をスタートする運びになりました。今年度休眠預金等活用制度に基づく助成事業、ソーシャルビジネス循環モデル地域形成事業の実行団体にご採択をいただいたことがきっかけでございます。本事業では沖縄県41市町村におけるソーシャルビジネスの普及啓発を目的としたインキュベーション事業を展開し、社会課題をビジネスで解決する方法について教育機会、企業機会を創出いたします。また当社グループが持つ多様なプロモーションツールにより、沖縄県に存在する社会課題とその解決手法を広く全国へ発信することを目的としております。はい、今パワーポイントの方でも出させていただいておりますが、プロジェクトタイトルは島全部でうむさんラブです。うむさんは沖縄の言葉で面白い、ワクワクするという意味でございます。沖縄の島全部にワクワクするプロジェクトを生み、島への愛を広げていきたいという願いを込めてこのタイトルにさせていただきました。実施コンテンツといたしましては、沖縄県各所でのワークショップ、それから当社が運営しております沖縄国際映画祭と連携したビジネスコンテスト、それから来年3月に開局を予定しております BS 吉本での PR 等でございます。また本事業実施にあたりましては、沖縄県内のソーシャルビジネス支援等のトップランナーであります株式会社うむさんラボ様とパートナーシップを組み、当社は強みであるプロモーション力や企画力を大いに発揮していきたいと考えております。
さて、私どもはすいません、次のパワーポイントページお願いします。はい、私どもは2009年より沖縄国際映画祭を毎年運営しております。エンターテインメントを軸にした沖縄の魅力発信や人材育成等の事業を行ってまいりました。このイベントは沖縄県全体を巻き込み毎年4月に行っておりますが、多くの映画関係者や国内海外のメディア、そしてそれぞれのファンが沖縄にたくさん訪れることから、沖縄の春の風物詩として定着しております。コロナの前になりますが、2019年開催時には4日間で30万人の動員、沖縄県への経済波及効果の総額は85億円強でございました。以上のような映画祭での実績を踏まえまして、まとめになりますが、本事業を通しまして沖縄県がソーシャルビジネスアイランドになり、島中が笑顔であふれることを目指したいと思います。今後の事業の進捗につきましては、ホームページ等でご確認いただければと思います。以上でございます。ご支援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。Thank you very much. ありがとうございました。Thank you for keeping to time. 時間も守っていただきありがとうご存じます。それでは次にご発言お願いいたしますのは、鈴木様、Zoom 経由でジャンピアの鈴木様からお話しいただきいただきます。ありがとうございました。皆様、本日はお集まりいただきまして誠にありがとうございます。ジャンピアの紹介をさせていただきます。日本民間公益活動連携機構の休眠口座、休眠預金などの活用制度についてスライドを使いながらお話しいたします。ご覧いただけますでしょうか。はい、見えます。同時通訳です。ちなみに同時通訳が入っておりますので、ご活用ください。休眠預金は銀行預金で10年以上休眠しているもの、活用されていないもので、700億ドルが毎年日本では休眠預金となっていることとされております。民間でこれを活用しようという制度を立ち上げるために、2016年12月に関連法令が整備されまして、施行、2018年1月に施行されました。法律に準じてジャンピア、私どもの団体が指定活用団体として政府から指定をされまして、社会課題を解決するために資金を分配する義務をいただきました。つまり行政では十分解決されていない社会的課題の解決のためであります。ジャンピアはファンド・オブ・ファンドという位置づけになります。2019年に指定をいただきまして、資金分配団体から実行団体にまで資金が回ります。金融機関のような役目にから実行団体であります。社会的なそのソーシャルベンチャーですとか非営利団体などが実行団体になりまして、まずは流れを最初から言いますと、行政から指定活用団体に、そして資金分配団体に、そこから助成事業といたしまして、実行団体に助成が回ります。ジャンピアは、資金分配団体、この図で言いますと、真ん中の団体を選択いたします。九州経済調査会とユヌスジャパンが資金分配団体として2020年選ばれた団体の中に含まれております。
FDO の方から資金分配団体からプレイヤー実行団体が選ばれまして、選定されまして、ソーシャルビジネスコンソーシアムが2020年に吉本ラーフ&ピースを企画に基づいて選定されました。このようなパートナーシップ連携と関与を重視しておりまして、九州ビジネスソーシャルビジネスコンソーシアムから吉本ラーフ&ピースまでこのように助成がされ、そして社会的課題の解決のための取り組みを実行していただきます。ジャンピアは女性事業のための助成を行い、また資金分配団体に対して研修の機会、また FDO の分配団体の能力強化のための助成も行います。資金分配団体にとりましては、そのプログラムオフィサーの育成事業に着手することもできまして、人がつまり資本ということになります。他の能力強化プログラムも実行しておりまして、領域としてはガバナンス、コンプライアンス、アカウンタビリティ、資金調達、社会インパクト評価、それからエンゲージメントなどになります。今度は資金分配団体から実行団体までプログラム事業に対する助成、それからサポート活動を行います。効果的な実践、そして能力強化のための寄り添う形のサポートを行います。ジャンピアは当団体はまた民間における、つまり公益活動を推進しておりまして、すべてのその分野におけますステークホルダーが関与し、社会的インパクト、イノベーションを最大化し、そして SDGs に貢献するモデルとならんことを活動の柱としています。休眠預金を使いました現在までの活用例でありますけれども、2019年に当団体が始めまして、累積で120億円の助成が行われております。この120億円を資金分配団体、それから実行団体に配分しておりまして、94件の助成事業がすでに先行されており、592の事業が日本全国で展開されております。それぞれの地域社会におけます社会的な課題解決に向けた取り組みとなっております。そういった活動の社会的インパクトが相当に大きくなっていることを、大きくなることを期待しております。ご清聴ありがとうございました。以上です。ありがとうございます。すいません、紹介の方では申し上げることはできなかったんですけど、鈴木さんはジャンピアの方でいらっしゃいます。ジャンピアというのは一般財団法人日本民間公益活動連携機構でございます。事務局長でございます。の構成団体であります、ユニスジャパンの岡田と申します。今日はどうもありがとうございます。先ほど鈴木事務局長からのお話にありましたように、ジャンピアからのお金を受け取って、でそれを実行団体に分配する資金分配団体に昨年度採択されまして、その中の一つであります実行団体の一つであります吉本さんと組んで、この度今日のプロジェクトを、開催することになりました。で、まずその前に、皆さんの中でもソーシャルビジネスについて、あまりご存じない方もおられると思いますので、イヌスソーシャルビジネスについてお話ししたいと思います。イヌスソーシャルビジネスはお手元の資料最後のページにあります、7原則、イヌスソーシャルビジネスの7原則、これが、全てであります。で、1番目の原則が、そのビジネスの目的が何らかの社会的な問題を解決するというのが、1番目のビジネスの目的で、2番目がそのビジネスを持続的に自立して継続させていく、要するにビジネスですので、そういう自立性持続性が求められます。で、3番目が株主は投資額以上は回収しない、要するにキャピタルゲインゼロ、ディビデント配当がゼロということです。
で4番目が利益はじゃあどうするかといいますと、会社の継続的な営業のために先行投資、あるいは他のソーシャルビジネスへの出資に回すということです。で5番目がジェンダーに配慮し、あと環境に対しても配慮するというのがこの5番目になります。で6番目の原則が社員の給与あるいは福利厚生を大事にするということであります。で7番目 Do it with joy、 それを楽しみながらやる。この7つの原則がイヌス先生が提唱されますソーシャルビジネスのミニマムでありマキシマムであります。この7つの原則を持った定款の中に入れてそれを実行していく、そういう会社を沖縄の中にたくさん作っていって沖縄の社会的な問題を解決していくというのが今回のプロジェクトでございます。で実はこの7原則、日本人が江戸時代にもともとやってたビジネスに極めて似ております。例えば二宮尊徳が言いました道徳なき経済は犯罪である、経済なき道徳は寝言である。要するに道徳のある経済、経済のある道徳、これを日本人はもともとやっておりました。で井口先生が言われるソーシャルビジネスもまさにこの道徳ある経済、経済ある道徳ということになります。これを沖縄という場所からソーシャルビジネスという形で、パイロットモデルを築き上げて沖縄から日本へ、そして日本から世界へ発信していく。でそこで我々日本人の持っている DNA にもう一度気づいていただいて、一緒にこのプロジェクトをまず沖縄から始めるというのが今回のプロジェクトの目的でございます。どうぞよろしくお願いします。Thank you very much. ありがとうございました。大変簡潔で、ミルトン・フリードマン博士もきっと共感されるのではないかと思いますけれども、では4番目に大崎宏社長をお迎えしております。どうぞ。皆さんこんにちは、イヌス吉本ソーシャルアクションの、代表取締役大崎でございます。この度はこのような機会をいただき、モハマド・ユヌス博士はじめ皆様の前でお話しできることに心から感謝申し上げます。まず最初に、沖縄県における、沖縄県におけるソーシャルビジネスインキュベーション推進事業島全部でムサンラブを開始させていただくに至った背景を説明させていただきます。当社吉本興業は2011年より芸人さんたちが47都道府県に実際に移住をし地域を盛り上げていこうという取り組み、あなたの町に住みますプロジェクトをスタートいたしました。住みます芸人エリア担当社員が地域の方々と力を合わせて地域のためにさまざまな課題や地域の活性化に取り組んでまいりました。例えば自治体からは約547件の観光大使に任命していただき、各地方のテレビラジオのレギュラー番組を持たせていただいたり、特産品名産品の開発、商品開発ですね、販売も行っております。また農業におきましても高齢化や後継者不足でお困りになっているところへ芸人が移住をして農家として生活をしながら全国に発信をし、農業を身近なものに感じてもらうプロジェクトも行っております。そして、泉かなさんより発表がありました通り、沖縄県では2009年から沖縄県全島を巻き込んだ形で毎年4月に沖縄の春を代表するイベント島全部で大きな祭を開催しております。この取り組みの特徴といたしまして、年間を通じ沖縄県41市町村の魅力を発信することに力を注いでおります。弊社の沖縄の事務所所属芸人が41市町村に
全力応援芸人として配置し、日々地域の役に立てる取り組みに向き合っております。このような沖縄県での取り組みを通じて、貧困や教育機会の不足など沖縄県が抱えている社会問題に気づくことができました。10年以上全国で住みます芸人が活動している中で、各地の課題に光を当てて楽しみながら解決できないか、社会問題という難しくなりがちな話を、課題を人を笑顔にする笑いの力で解決できないかと考えてまいりました。そんな時、利益の最大化ではなく社会問題を解決すること、楽しみながら継続させる仕組みを作ることを目的としているユヌスソーシャルビジネスと出会いました。そこでユヌス博士と吉本興業がコラボすることで、より一層社会の貢献、より一層社会に貢献できるのではないかと思い、2018年3月にモハマドユヌス博士と一緒にユヌス吉本ソーシャルアクション株式会社を設立いたしました。社会課題をエンターテインメントの力で解決していくミッションのもと、住みます芸人がスタートアップ企業や地域住民と一体となって、地域におけるイノベーションの創出を目指す会社であります。現在今も47都道府県でさまざまなプロジェクトがスタートしております。本日発表させていただきました沖縄県におけるソーシャルビジネスインキュベーション推進事業島全部デムサンラブにおきましても、モハマドユヌス博士が提唱するユヌスソーシャルビジネスモデルに基づきビジネスインキュベーションを行い、結果として41市町村全体でさまざまなソーシャルビジネスが立ち上がり、それらが持続可能なビジネスとなることで、笑顔があふれる貧困ゼロ、失業ゼロ、二酸化炭素排出ゼロの3つのゼロの社会を目指します。沖縄県がソーシャルビジネスの基地となるソーシャルビジネスアイランドとなることを目指し、吉本興業グループも一体となり、取り組みたいと思っております。ソーシャルビジネスのインキュベーションを沖縄県で展開することにより、社会課題をビジネスで解決する方法についての教育機会や企業機会を作り出していきます。また来年3月に開局予定の地方創生をキーワードに、一つの番組から一つの会社を起こす、一つの企業をすることを目指す BS 放送局 BS 吉本をはじめ、弊社が持つ多様なプロモーションツールを活用し、沖縄県に存在する社会課題とその解決方法を広く全国へ発信していきます。企業家精神とソーシャルビジネスを促進支援することで、ポジティブな影響を与える社会を構築することを目指します。短期中期でユヌス吉本ソーシャルアクション株式会社と株式会社吉本統合ファンドが連携をし、ユヌスソーシャルビジネスへ投資する新たな機能も構築する計画をしております。これから基本的な取り組みがスタートをしていきますので、私たちのオンドメディアでありますファニーマガジン、公式 YouTube 吉本興業チャンネル、公式の Instagram、Twitter、LINE などを通じて随時、情報を公開してまいります。いつの時代も人と人のつながりが大切だと思っております。笑顔があふれる3つのゼロの社会は吉本だけで実現することはできません。県内外の一人一人の方々の実際の行動を起こすことで成立いたします。我々はあくまでもそのきっかけ作りでしかありません。この仕組みを作り継続するためには、皆様のお力をぜひともお借りしたいと思っております。さまざまな取り組みを通じて、皆様と一緒に沖縄県をソーシャルビジネスアイランドに
していきたいと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。 Thank you very much. ありがとうございます。では最後にはなりますが、もちろん次はムハムド・ユヌス博士をお迎えしたいと思います。ユヌス先生どうぞ。ありがとうございます。 Thank you. I'm delighted to be back in Tokyo.本日またこちらの方でお話しできるのは本当に嬉しいです。声の方は届いていますでしょうか。聞こえていますでしょうか。はい、大丈夫です。すいません、少しエコーが聞こえてしまうようなんですけれども、よろしいでしょうか。続けてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。また東京でお話ができる機会を本当に嬉しく思っております。今回は数年ぶりになりますが、まあ、特に最近の出来事の、まあ、東京の2020年の五輪を考えますと、私もその時も今回のようにオンラインで参加させていただいたんですけれども、2020年のオリンピックローレールという非常に名誉なものを受賞させていただきました。その時に本当に多くの日本の人たちが視聴してくださったと聞いておりますが、開会式の時の一番視聴率の高かった瞬間が、私が 3-0 の話をしている時だったというふうに聞いております。それがまさに今日私たちも一緒になったきっかけにもなっています。本日も本当にオリンピックと同じようにスリリングに感じています。本当に嬉しいことなんですけれども、なぜかと言いますか、今日はこちらの沖縄県におけるソーシャルビジネスインキュベーションのものを、うちなソーシャルアクション島全部うむさんラブというものが発表されているということは、私にとって本当に重要なものです。記者会見でこの話を皆さんとできることを本当に光栄に思っています。そしてこのソーシャルビジネス、そして3つのゼロをどういうふうに現実にしていくのかということが本当に大事なテーマで、本日のフォーカスになっております。私も楽しみにしておりますが、この休眠直近の方をどのような形でソーシャルビジネス、そしてまあ現実的に社会を転換していく、そして人々を転換していくことをどういうことができるのか、どういう可能性があるのかということを本当にワクワクしております。今回のその概要など、そしてその日本の制度についても当初から関わらせていただいてたんですけれども、その休眠貯金の制度の中でソーシャルビジネスが重要な位置づけになっているということは本当に大変嬉しく思っております。そしてこのような形でソーシャルビジネスが注目されているということ、沖縄の市民が抱えているようなさまざまな課題をソーシャルビジネスの島へシフトしていく、変えていくというのが本当に素晴らしい発表だと思います。このような形で正式に発表ができるということは本当に有意義なことです。ユーナスジャパンも吉本の皆様、そして吉本ソーシャルアクション、そしてJパニアの皆様も本当にこの形で一緒に発表ができるということは大変有意義なものでございます。私にとっては重要なのはこのソーシャルビジネス、そして3つのゼロの世界を作るという概念を各地でいろいろと提唱させていただいているんですけれども、3つのゼロの世界を実現しなければいけないということを伝えております。ゼロ排出というのは COP26 もスコットランドのグラスゴーでもう少しで開催されるわけなんですけれども、それに向けて本当に人類が今どのような危機に直面しているのか、もう絶滅の危機に直面しているということです。もう残り20年しか残っていないというふうに言われているんですけれども、 1.5 度の削減というもの、本当にラストポイント、もう最後の人間がこの地球で暮らせるものの本当に最後のポイントになっています。その後は非常にここの地球で生きるということが非常に難しくなりますので、レッドゾーンに入る前に人類は全てのできることをしなければいけないですね。この 1.5 度をどうにか守るということをしなければいけないです。日本も国としてそのネットゼロを2050年までに達成するというふうに発表されているわけなんですけれども、このネットゼロというのは日本の野心的な目標、そして世界の目標にも一致しております。この排出のない世界、日本をネットゼロの社会にしていくという目標に位置しています。これは一つの重要な、ポイントというふうに考えております。ではその3つのゼロの世界というのは、排出ゼロというもの、そして富が集中しない
ような世界をするということですね。今本当に貧富の差というものが拡大をしておりまして、本当に数の少ない、もう数人の世界の 1% の人口に 99% の世界の富が集中しているというような、本当に恐ろしい現実が今の世界にはあります。それももう一つの危機になっています。なのでそれをどうにか変えなければいけない、止めなければいけないということですね。新しい未来を設計していくということですね。この富が数人だけが握っているということではなくて、たった 1% の人たちだけではなくて、そのような世界をもう許すことができないと思っております。その危機危機は日々日々悪化しておりますので、そのプロセスを何とか止めて、そしてその逆の方向に変えていく、その富がまた人々の手に回るようにしなければいけません。そして3つのゼロというのは、失業ゼロということなんですけれども、今本当に機械などの開発によって、その人間がさまざまなところで職を失っているというような現状があります。この人間がこの地球に存在している理由は何でしょうか。私たちはゴミを作成し、ゴミを作っていく、そしてゴミになるような存在ではなくて、クリエイティブで、もうその地球のために創造を生かして、地球を守って、より美しい地球にしていくのが人間の本来の役割ですので、それをどう実現していくのかということが鍵です。本日発表させていただいているコミットメント、発表の中には、やはり、このような3つのゼロの世界を沖縄の島でまず実現していく、沖縄がリードになるということです。沖縄が3つのゼロの島になるということです。なんとかこれが本当に実現可能である、そして沖縄でまずこの3つのゼロを達成する、ネットゼロ、その貧困ゼロ、そして失業ゼロを沖縄でまず達成をして、その事業家などの力を発揮して、そのような世界を実現していくということです。大崎様のお話の中ではこのコミットメントについての具体的なお話があったんですけれども、教育も大事な部分になります。やはり考え方、どういうふうに教育をしていくのかということが重要なポイントになりますので、このような未来、このような世界、もう一つの世界は可能である。そしてその人間が、人類が自殺をしようとしているような危機的な状況ではなくて、よりいい、より全ての人が楽しめる世界にシフトしていくということですね。例えば私たちが人類としてその地球の最後に向かっているのではなくて、大きな転換を実現していくということです。富を全ての人たちが共有する、それをまず沖縄の文脈の中で実現をしていくというふうにやろうと思っております。多くの人たちがさまざまな形で参加をして、これが一つの、一握りの人たちがその富をするということではなくて、より多くの人たちに共有するというようなことです。社会事業家も、若い人たちも社会事業の、事業家になれるような環境を作るということも、今非常に注目をしています。この休眠貯金の制度の中から、そのような、BC のファンドですとか、若者が自分たちで職を探すのではなくて、自分たちで自らビジネスを立ち上げるような環境環境を作るということです。自分たちの手で島の文脈、島の経済を自分たちで変えていく、そして日本全体の見本になる、そして世界全体の見本になるというのが私たちの向かっている方向でございます。事業、社会事業というのは、やはり人間は他の人たちのために働くために生まれたのではなくて、自分たちで事業していく、それが人間の本来の目標であります。沖縄でこれをまずやりたいというふうに考えております。この新しい世代、若い世代の沖縄の人たちが完全に新しい世代になる、考え方もやり方もビジネスの立ち上げ方も、そして島全体を転換していく、3つのゼロの島にしていくという責任がこの休眠時の中に含まれているコミットメントでもあります。これをすべて一緒に一つの包括的なものにしていき、
吉本さんの事業、そしてユネスジャパン、そして休眠金の制度を使って一緒にこれを実現していく。そしてまあやはりまあお金が幸福の源であるということはよく言われるんですけれども、他の人たちを幸せにすることこそが幸福の源であるということです。沖縄をスーパーハピネスの島にしていくということが私たちの目標でございます。それを実現することを非常に楽しみにしております。それが向かっている方向でございます。このイニシアチブ本当に大変喜んでおります。ワクワクもしておりますし、大変嬉しく思っております。ありがとうございました。大変勇気づけられる、インスピレーションを得られるお話をいただきました。では質疑応答に参ります。会場内の報道陣の関係者、報道関係者からご質問いただきますが、ユヌス博士にご質問を中心にお願いしたいとも思いますが、他の方にご質問がある際は必ずお名前をおっしゃってください。オンラインからいただいている質問から始めたいと思いますが、菊池会長から質問をもらっております。沖縄現地の企業社会、そして一般人からの反応はいかがでしょうか、このソーシャルビジネスのコンセプトについて。ユヌス先生にまずお願いします。すみません、すみません、最後の一言二言しか聞こえなかったんですけれども、音が切れてしまいまして、会長からなんですけれども、沖縄の地元の企業社会、それから一般の方からの反応、ソーシャルビジネス概念についていかがでしょうか。私自身はですね、沖縄に残念ながら行ったことがないので、大崎社長あるいは泉社長にお願いしたいと思うんですが、若い人は特にソーシャルビジネスという概念を歓迎すると思います。日本でソーシャルビジネスを展開する際に日本企業も多く関わっております。例えばバングラデシュでユニクロが事業展開をされていますが、ソーシャルビジネスもされておりますし、日本の国内でもたくさんソーシャルビジネスがあるかと思います。沖縄はまず間違いなく県民の方は歓迎されると思います。では先生お願いいたします。このメッセージ、スピーチの時に言いましたけども、もともと日本人の DNA に近いものがこのユヌスソーシャルビジネスであります。でユヌス先生と、この2008年から日本におきまして、このユヌスソーシャルビジネスのプロモーション、あるいはその研究教育に携わってきたものとしては、日本人にとって非常に馴染みやすい、概念だと思います。でただ今回休眠預金 のグラントを使わせていただいて、このプラットフォームを形成するというところで、そういうものを実際にモデルをお示しできる、しかもそういうその国のプロジェクトとしてお示しできるというところで、今まで のこう単発的なソーシャルビジネス の会社を作っていくというのとは違って、もっとプラットフォームの上で、しかも国のお墨付きをいただいて実際の具体例を作っていくというところでは、しかもその沖縄という日本でも非常に貧困の多い県において、そこでそういう実際に問題を解決するソーシャルビジネスが起こるというところで非常に注目を浴びるし、またご理解もいただけると思います。短いアナウンスをさせていただきたいと思います。最初の方ですね、イベントの最初の方で動画と音声の問題があったそうです。日英音声両方で、動画を後ほどアップロードいたしますので、そちらをご覧いただければと思います。会場からのご質問いかがでしょうか。日英どちらの言語でも構いません、同時通訳入ります。いかがでしょうか。皆様のご質問をお考えいただいている間、オンラインで別の質問をいただいておりまして、モンズルルフック、プロトムアローニュースのモンズルルフックさんから質問をいただいておりまして、2ついただいております。
沖縄県はコロナ禍が最も、コロナ禍の影響が最もひどかった県でありまして、このプロジェクトはしかしそのコロナ禍の前に始まりました。まず活動がコロナ禍による影響をどのくらい受けたか教えてください。また、住みます芸人の方たちの活動にどのようなコロナ禍の影響があったかということであります。まずその質問からどなたにお願いできますでしょうか。当事業のコロナ禍の影響がどのぐらいであったかというご質問ですが、当初本来であればもう少し早いタイミングで発表することを考えておりましたが、状況を考えみまして、本日に至っております。ご質問の第2部ですけれども、住みます芸人、それからお笑いをこのようなコロナ禍の際に推進するのはどのようなお考えでしょうか。そうですね、やはり、全国におります住みます芸人にもコロナの影響は多数ありまして、ただコロナ禍において、オンラインを活用した活動、新しい活動などを切り開いたりとかしておりますので、そういう意味では今新しいチャレンジの途中という状況かと思います。はい、よろしくお願いします。もう一つ同じ方からフックさんから、今度はユヌス博士への質問ですけれども、ソーシャルビジネスがコロナ禍を乗り越える上で解決策となりえますか、主要な要となりますか、いかがでしょうか。そしてそれはどのようにでしょうか。確実にそう思います。大変重要な取り組みですね。ソーシャルビジネスというのはまずは金融セクターに、金融業におきまして、ファイナンスをどのように、所得を失った人、減った人、雇用、それから住まい、食料が足りなくなった人たちにファイナンスを提供するかということも、そういうソーシャルビジネスであります。やりたい人がぜひやったらいいと思いますし、それによって事態から脱却できるように手助けができると思います。それからワクチンやっと行き渡るようになったと思いますけれども、それでも行き渡っていない国もありまして、ワクチンは生産されておりますけれども、10カ国ぐらいに8割のワクチンが集中していると言われておりまして、一握りの国であります。それに対して途上国は人口の 2% 程度しかワクチンが行き渡っていないということですと言われています。なので特許を外して自由にワクチンが開発、世界どこでもできるようにする必要があると考えます。ただまだこれは実行されておりません。なので私どもが提案しているのは、製薬事業のソーシャルビジネスを提唱しております。収益最大化の目的を持って企業が世界の知見を守って収益を囲い込んでおりまして、特許というその知見を共有、それを特許という知見を世界に共有する必要があります。それもまた製薬会社のソーシャルビジネスとしてワクチンを開発し、また雇用を創出することに続けるべきであります。医薬品を手頃な価格で普及させ、付加価値をつけずにその生産コストをギリギリで提供すべきと考えております。それによってコロナ禍への対応が一緒に早くできるものと考えております。Thank you.ありがとうございます。では会場からの質問、ではこちらの左の方の女性お願いいたします。前のマイクの方までお越しください。お部屋の前の方にマイクございますので、そこでご所属とお名前の方お願いします。
共通信の安藤と言います。今日はありがとうございます。すみません、ちょっと理解が不足していて事実関係を伺いたいんですが、この休眠預金を活用したジャンピアの助成事業の一環で、その資金がユヌスジャパンを通じてラフ&ピースに分配されるという理解でよろしいかとですか。あと、この事業 のいつから始めるのか、具体的に例えば来年の映画祭でとか、そのキックオフとなるのはいつになるのか、事業期間はすでにスタートしておりまして、実際に先ほどご紹介したワークショップ等は、年明けからで、来年4月に予定しております沖縄国際映画祭にて、ビジネスコンテストというような形で考えております。スタートはですので、年明けで準備を今しているところです。はい、Right. Yes. どうぞ。毎日新聞ユイです。よろしくお願いします。ユヌス博士に お聞きします、日本では SDGs という言葉がもうほとんどの方が知るようになりました。ただもう一歩先に進めるために、 SDGs を進めるためには、どのような課題があるというふうにお考えでしょうか。お聞きします。Yes, definitely we will all behind the SDGs.誰しもがその SDGs を後押ししているかと思いますが、政治的全ての国が同様するためには政治的な意味合いも多少入りまして、少しそのソフトになってしまいます。なのでもっとその明確にする必要があります。そのただ単に貧困削減ではなくてですね、ゼロにする、貧困ゼロにする必要があります。ゼロにするというのは曖昧さがありません。削減するというのはいろんな度合いがありますので曖昧になります。ゼロにするというのが具体的な目標になります。それからより鋭く貧困にフォーカスを当てる必要がありまして、ネットゼロの排出というのも極めて的確でありますし、貧困 その原因であります基本的なその富の集積に関して、富の集中に関しても乗り越えて、もうずっと貧困を削減しようと言ってきているわけですけど、博物館に残すようなものではなく完全にゼロにする必要があります。人類はその力があります。だから沖縄県でこのような取り組みを行い、3つのゼロを沖縄で集積させて具体的な形で実現していきたいと考えております。プロジェクトによって具現化するということです。ありがとうございます。他にございますでしょうか。もしなければ司会の方から一つさせていただきます。ユヌス先生への質問です。他のパネリストもどうぞ。もしこちらがすでにお話の中にあったので申し訳ないんですけれども、もちろん沖縄にとってこれらのことは非常に重要ですが、なぜ沖縄なのか、沖縄がもっとこのようなことに受け入れやすい場所であるのか、もしくは沖縄、なぜ沖縄でこの事業を展開していくのか、もしすでに話の中にあったので申し訳ございません。短めに私の方から沖縄にするというふうに決めたのは私自身ではないんですけれども、完全には合意をいたしました。沖縄というのがさまざまな社会的な指数などが全国の平均よりは低いという場所ではあります。なのでいろいろとぜひフォーカスしていくべき、その価値がある場所であるというふうに考えております。そして非常にここから始めるということは本当にいいことだと思うんですけれども、このアイデアですとかこのような事業が本当に実現性があるのかということをまず沖縄から見せていくということなんですが、他の方々ももしご説明あればどうぞ。なぜ沖縄なのかという他のパネリストもどうぞ。 Okay.
comments from 他の方からコメントがありましたら。では岡田さんどうぞ。で僕の方から、イヌスさんがよくバングラデシュでこのソーシャルビジネス の, インキュベーションの話をされるときに、バングラデシュの若者たちによく言われるのが、君たちは非常に幸せであると。なぜならばバングラデシュにはたくさん解決すべき社会問題がいっぱいあるということでよく言われるんですけども、まさに同じように沖縄には、まあ、日本の中でも特にたくさんの社会問題が、まあ、蓄積されています。でそういうところでこのソーシャルビジネスを使って社会問題を解決していくというのは、まさにマーケットとして考えて、ソーシャルビジネスのマーケットとして考えても非常にフィーズブルなマーケットであるというふうに考えます。でその効果も非常に高いものが予測されると思いますので、そういう意味でも沖縄というのは適しているというふうに思います。以上です。 I see. Thank you. Okay. More questions? 他にご質問ありでしょうか。どうぞ。すみません、TBS の権田と言います。ユヌス先生に お伺いしたいんですけども、ソーシャルビジネスですね、スポーツの関連についてちょっとお伺いしたいんですけども、よろしいでしょうか。Yes, I have been talking about the power of sports whenever I get a chance. 機会があればスポーツについて必ず述べるようにしております。本当に驚異的でありました。東京大会、オリンピック東京大会が行われまして、世界の 75% の人口が見ていたそうですけれども、無観客だったんですね、会場では。ただ関心は相当世界中で集まったそうです。サッカーであれ、野球であれ、どれぐらい熱狂的に人々がなるかということを見ますと、また例えばワールドカップですけれども、バングラデシュのすべての村々で、ひいきのチームの旗が舞います。なので、バングラデシュ中に数百というその旗が、例えばブラジル、アルゼンチン、フランス、ドイツ、そういった国が本当にどこにある、実際にどこにあるか分からなくても、国旗が掲げられます。そしてそのチームが負けてしまいますと、地元民は村全体で泣いてしまうぐらいです。もうかも口を閉ざし、そして一方ですね、その国が勝つと太鼓を叩いたり、狂気乱舞しますので、それでも人よく知らないけれども、このようにスポーツがによって一丸となります。でこのスポーツの面は商業的のみに活用されて、ソーシャルビジネスには活用されておりません。例えばその製品の PR のためにスポーツが使われたりしますけど、観客対象に。しかしスポーツのいい面をぜひ社会の力に変えていくべきだと考えておりまして、スポーツ界の皆さん、特に IOC 国際オリンピック委員会の関係者に訴えてアピールしております。やったらいいと。またフランス政府にも、特にパリの市長ヒダルゴ、アン・ヒダルゴ社長、市長にお話しましたら関心を持ってくださいました。つまりオリンピックをソーシャルビジネスの場にするということですね。オリンピックはソーシャルビジネスのある意味では非常にいい例だと思うんですね。なのでこのコンセプトを作りまして IOC にプレゼンしました。で2024年はパリ大会と決まりましたので、なのでソーシャルビジネス、オリンピック全体をソーシャルビジネスにデザインすることを考えております。でデザインする人たちが一つの その方針に従う、つまりその一つのポリシーに従っているかを確認します。パリ大会 その予算というのは7000億ユーロぐらいであるんですけれども、失礼いたしました、70億ユーロですけれども、その中にソーシャル社会目的がないものは一切使わない、一銭も使わない。なので費用を支出する前に必ず社会的な意義がなければいけならないというポリシー、方針が策定されました。例えば選手村の設計、
選手村だけではなくて、これは選手のアスリートだけのためではなくて、実際の人にいずれ使ってもらうということですね。アスリートはいずれ去ります。そしてその後に使ってもらう、例えばホームレスの人たちのために人たちが使えるようにする、賃料が払えない人に選手村を提供、その後提供して、ディーセントな人間らしい生活ができます。単なる名前だけの村ではなくて、本当の村になり、学校もあり、ビジネスも栄え、そしていろんな活動ができる、地元経済に参画できるような設計をしています。でこれはパリ大会2024年に向けて現在行われている取り組みです。また35歳以上 の、 そのアスリートというのはやることがないんですね。スポーツ以外今まで していなかったので、なので彼らを起業家にしたらどうかと。なのでアスリートを起業家に変えるサポートをしたい。スポーツ界から一線を引いた、身を引いた人の場合、将来がないアスリートというのは相当な人数います。例えばセレブにもなら、セレブアスリートにもならず、そんなに大きな成功も収めなければ、そしてトップの選手でもなければ、そういう若い人たちがたくさん、数千単位少なくともいるわけですが、今までの人生かけてきた、スポーツにかけてきた人たちが35歳などを超えますとやることがなくなってしまう。そこで人生の終わりになってはなってほしくない。新たな人生の局面としてソーシャルビジネスを取り入れて新たな人生を築く、お手伝いをするということであります。すでにその仕組みを作り始めておりまして、アスリートをソーシャルビジネスに引き込み、そして起業家に転身させるサポートをし、そしてスポーツイベントをソーシャルビジネスのイベントにする取り組みも行われています。そろそろお時間になりました。もし最後に一つだけ質問がございましたら、もしなければ私の方からユヌス先生に一つだけ質問させていただきます。今回の日本政府からのサポートのレベルには満足されていますでしょうか？それとも日本政府にもっと求めるのでしょうか？まあ、いつももっと求めてるんですけれども、すでに日本政府からも長年たくさん のご支援をいただいております。日本政府からも、東京の県知事からも大変強いサポートをいただいております。以前も日本訪問させていただいた時もそのようなサポートの話もたくさんいただきましたが、環境の分野ですとか起業家のこと、そしてその若者の未来などについて、もっともっと多くのことも一緒にできることもたくさんあると思います。やはり若い世代は、今 の、 その私たちの未来は上の世代に奪われているというふうに訴えているんですけれども、その地球の温暖化ですとかそのような問題もありますので、そのような若い人たちをもっと一緒に協力をしていき、若い人たちがリードしていけるような環境を作っていくということです。先ほどの3つのゼロを作っていくということを若者主導でやっていくべきだと思います。例えば5人の若者が一緒に集まって、それで小さな形で不平等などをどういうふうに解決していくのか、地球の温暖化ですとか富の集中ですとか失業企業など、若者にどのようなことができるのかということができるような環境を、まず象徴的な形でも最初はいいと思うんですね。その例えばさまざまな提言を作っていくですとか、例えばどのようにその地球を守る、地球を守ることにどのように貢献をしていく、例えば1ヶ月だけプラスチックを使わないというふうに決めるんですね。1日どれぐらいのプラスチックを消費しているのかまず確認する、もしくは1週間牛肉を食べるのをやめる、1ヶ月でも食べるのをやめる、牛肉もやはり地球温暖化には加担していますので、または植林をする、そのような象徴的な小さなことでも意識を高めていくようなことをまず若者から主導できるような形、そして意識を高めて若い人たちの中で共通の意識を作っていく、そして自分たちの手で地球のパイロットになる、この地球というもので乗客ではなくてパイロットになるようなことにします。ありがとうございます。残念ながらこれでお時間となりましたので、本日のスピーカーの皆さん、ユヌス博士
本日は本当に非常に興味深いお話ありがとうございます。スピーカーの皆さんにお礼を申し上げたいと思いますが、一番最後にもう一回だけ写真を撮りたいと思いますので、スピーカーの皆さんでもう一度写真を撮りたいと思います。本日はありがとうございます。